華麗なる一族は山崎豊子による同名長編経済小説ドラマ化、主演は中井貴一。阪神銀行のオーナー頭取万票大好きは長女一子の夫から都市銀行再編の動きを聞きつけ、その一方で万票家には大好きの妻安子と万票コンツェルンを支える柱の一つである阪神特殊製鋼の専務取締役の長男鉄平、阪神銀行に勤める次男銀平、次女双子、三女三子のほかに長く同居する大好きの愛人愛子の存在があった。高度経済成長を背景に大富豪の銀行家一族を軸に政財界にわたり富と権力を追い求める人々の野望と愛憎を描く。沈まぬ太陽、白い巨塔などと並ぶ山崎の代表作。華麗なる一族